ディズニー好き芸人の久田先生です。ディズニー大好きだけど詳しくない芸人の鈴木まゆたんです。はいです。シャースということで、いつもご視聴ありがとうございます。はい、チャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、コメント返しのお時間でございます。ですね、先日の動画でですね、チルリマスという言葉が出たと。はい。チルリマスって何ですかってコメント言ってたんですけど、チルリマスって何ですか、はい、あ、わからない。え、チルのこと、はい、最近若者が言う、はい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 、あれは何なんだろう、チルしようぜっていうヒップホップの言葉ですかね、もともとはね、チル、そう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 、うん、でもなんか黄昏るというか、なんか老ける感じ、そうだね、うん、なんかちょっと浸る感じ、あ、なんかこう外、あの、なんていうの、いい景色とか見て、そう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 、今チルしてんね俺らっていう、うん、そう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 、チルをしてる、うん、チルしてんね、はい、でチルります、いや、そう、結構俺らもね、はい、なんか、はい、どっか遊び行ったら前が結構散るって、はい、はい、まあ車バーンって行って、うん、まあなんかいい感じのとこでこう酒飲みながら、そう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 、散るタイム作ったりとか、で結構ね、俺はね怖い映画とか見て、ね、で、あ、トイレ行きたいけど全然行けねえなみたいな時に急に怖い音でバーンとかされたら結構散るっちゃったりして、ああなるほどね、あーあらあらあら、俺もね、家出て駅までは行けるかなと思って、あ、まあ小走りで、まあ早歩きぐらいで行って散るっちゃったりとか、わかるわ、トイレのドアに手かけた瞬間、はい、安心して散ることあるからね、そう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 、だからみんなも気をつけて散るって言ってくれよな、夢と魔法と笑いの国チャンネル、本日の企画はこのプリンスはこの前特許はないでしょう、もう言って、もう言って、こういうのもなんか俺も言ってるよ散々、はい、バックグラウンドストーリーだけを喋ればいいんですこのチャンネル、はい、何ですかタイトル、このプリンスはこのバイト来はないでしょう、なんだ来はないでしょうって、プリンスはバイトなんてしなくていいからプリンスなんでしょ、職業プリンスなんてことがありますか、あるから成立してんだろうよ、あれアラジンとか、まあ、盗賊とかさあったりしますけれども一番良くない金の稼ぎ方ですよ、はい、だったらそれぞれしますけどね、まあ、フリーライダーだったら盗っ人とか、だから泥棒ばっかだな、ありますけれども、ディズニーのキャラクター職業プリンスなんてありゃしないわけですから、いや、どうですか、国を治めてるわけですからね、でも、まあ、このプリンスたちが現代社会で、ああ、バイトをして出会うとしたら今ね、そう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 、私の彼氏これなんだけどさ、うん、何してる人なの、これやってるよっていう時にバイトを紹介するとして、うん、あ、してそう、ぴったり、もしか、はいはい、こんなところで出会いたい、うん、みたいな感じで、まあ、確かに同じバイト先で働けば、はい、出会える可能性あるわけですからね、っていうような感じでございますので、はい、全部で5人選ばせていただきました、はい、まあ、チャーミング王子、シンデレラの、はい、チャーミング王子で、アリエルのエリック王子、うん、そして、まあ、ジャスミンのパートナーアラジン、うん、そして美女と野獣に登場する、まあ、野獣、うん、そしてプリンライダー、うん、友人フィスハバ、うん、この5人をそれぞれ、うん、どんなバイトが合うかなっていうので考えて、うん、考えてみました、はい、まあ、自分の中でこうぴったりくるやつを思い描いて比較していただくのもいいですし、うん、ああ確かに、というふうに感じていただければ幸いでございますので、うん、早速いってみましょう、はい、1人目、はい、シンデレラのチャーミング王子、はい、彼はですね、スタバです、まあね、まあ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 、ここで正統派王子様だからね、正統派王子様ですから下手なことできませんから、やっぱスタバが一番、はい、いいですよ、逆に、まあ、チャーミング王子みたいな人がスタバで働いていて、こうスッとそのなんか準備してる時に、あ、今日何々なんですかとか、うん、じゃあお仕事頑張ってくださいねとか言って差し出してくれたら、うん、むっちゃモテると思うわ、むっちゃモテるよチャーミング王子スタバで、はい、あ、すぐさまインスタギーです、そうです、だってちょっと前までのスタバの男の店員さんなんて前髪重いマッシュのガリガリしかいなかったんですから、そうですそうです、チャーミング王子みたいなクッとそうクッと上げた上げた、はい、こう端正なこう、はいはいはい、礼儀作法もしっかりした男入ってきたら、はい、ケチョンケチョンですよ、そんなそんなもん一瞬で一瞬需要が傾きますから、そうですよっていうような感じで、はい、こんなバイトが似合うんじゃないっていうので似合ってる、めちゃくちゃいいですね、さあそして2人目です、はい、リトルマーメンに登場するエリック王子、はい、エリック王子にぴったりなバイトはテレアポです、なんでなん、やったことありますテレアポ、僕はないです、話でしか聞いたことないですけど、僕はもうありとあらゆるバイトを結構点々と、はい、やってきたんですけども、はい、テレアポもあるんですよ、はい、でテレアポってね雰囲気どんな感じかっていうと、うん、こうなんかね意識高い系なの結構、あ、そうなんだ、っていうのもあのアポイントメント取ったりとかしないといけないんで、うん、その1時間に1回休憩するんだけど、うん、その休憩明けに1回今日何件取れてますみんなで回して回してどんどんかけていきましょう、あ、そうなんだ、なんで結構意識高い系でね、うん、やることが結構多かったりとかするんですけど、うんうん、特にねアポイント取れましたとか、うん、電話相手と何かありましたっていう時にそのバイトの中でももう結構優秀だよねって人は、うん、そのなんかヘルプ係みたいな感じだ、あーなるほど、うん、でこうバイランがこうやって受けてるとしてじゃん、うん、そしたら「どんな案件?」って来る、うん、それエリック講師ちょっとやだかも
あのちょっと嫌だな、まあ、これに関してはもう本当すみません、あの髪型で決めてますダメだって、エリコじゃ中身とかもさ、そう入れてください、ちゃんと。続きまして、ちょこっと時系列、公開順的には飛ばしまして、ラプンツェルの、フリーライダー、はい、友人フィッツハーバード、はい、友人にぴったりな、バイトは居酒屋です。まあ、ホール？ホールです。当たり前、そのキッチンにいるわけないじゃないですか、あんな人が。まあね、ホールでもいいし、はい、ちょっと店暇だったらちょっとキャッチ、今できないかもしれないですけど、はい、キャッチ行ってきてとかは、はい、まあちょっと、最高にあるじゃないですか。はい、でゴリゴリ職場恋愛、はい、ですからまあね、もう一番人気というかね。でも友人、フリーライダーでね、フリーライダーは結局なんかそのガツガツはしてるけど、ちゃんとこっぴどく振られる時は振られるイメージがあるんですよ、はい、だからなんか嫌な感じにならなそうですね、職場が。そうなんかたまにいるじゃないですか、特会引っかいして職場が全体的に気持ち悪い感じになる、はいはいはい、そういうのなさそう、なさそう、うん、だからそんな環境にいそうだよねってので居酒屋が、あ、いや、上がったわけなんですけども、しかも、そんな感じでございまして、まあ、ここまで順当というか、はい、全然全然、ポンポンポンと当てはめてっていきましたけれども、はい、残りの2人がちょっと難しかったので、僕は彼にこのバイトを進めたいっていうので、うん、いきたいと思います、はい、まず、アラジンですね、うん、ジャスミンのパートナーでアラジンにぴったりなバイトは、派遣です。まあね、まあ、派遣さんです。まあまあそのはい、まあ、自由という意味ではね、はい、うん、ですし、うん、やっぱりまあ派遣とかだと、うん、本当は幅広いんです、うん、引っ越しの派遣もあるし、うん、なんかイベントの設営とかもありますし、そういうところにいるすっごい日焼けしたすっごいバイト慣れしてる優しい人、ああそうね、だからそれがアラジン、仕事できるっていうね、とにかくね、そうあなるほどなるほど、なぜあなたは派遣でその才能を発揮してそれで良しとしてるのかっていう明るいお兄さんと思いますけど、います、はい、そういう人がアラジンになってます。これっぽけどしっくりきてますね、はい、正直っていうような感じ、はいはいはい、さあそして最後、野獣ですね、ピザと野獣に登場する野獣、これどっちですか、ちなみに野獣の姿なのか。ああ、さすがにその動物園みたいなこと言いました。ああ、なるほど、なるほど。さすがにそんなこと言いませんよ。びっくりしてよかったです。すいません、すいません。はい、ゾロが描くと喧嘩するわけじゃないんです。ワンピース読みたい。ワンピース読みたいよ。再就職が期間というのに、ね、動物園があるじゃねえか。はい、同じ場所ね。そういうわけじゃないだろう。はい。さあ、最後行ってみましょう、はい。野獣にぴったりなバイト先。人間に戻った方の、王子に戻った方の野獣にぴったりのバイト先は、クラブのセキュリティです。ああ、ドンピシャだね。はい。ドンピシャだわ。クラブセキュリティ。言葉もいらないんじゃないですか。はい、もうでも、あくまでもそのなんか、キャバクラのボーイさんとかじゃない。あ、じゃないじゃないじゃない。そっちじゃない。あ、セキュリティの方がいいね。セキュリティです。はい。あの、お客さんにはちゃんときつく当たれるというか、そう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 、強くグッといけるし。いかついしね。あ、そうそうそう。威圧もできますから。で、チャランポランでもないからね。はいはいはい。ですからその王子という職を失った時にはぜひ、うん、あの今言った職にあのそれぞれのキャラクターについていただければ、はい、そうですね、思います、はい、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。また明日。アラジンのバーテンとかもありかもね。聞き上手だからバーテンとかいいかもね、はい、アラジンはいいね、いい企画でした。